六年目に突入の遠征遺産に新たなミッション広島県内23の市町をすべて巡ります新年度1回目の舞台は東広島市さあ今回はですね、秋津病院前にやってまいりましたリニューアル1回目でございますかねこの方と巡ります 馬場さんよろしくお願いします。ええ、やってきました。どうもどうもババです。馬場さん、はい、その踊りは一人でやるもんじゃないんですよ。あ、そうでしたか。複数人が縦に連なってやるもんです。そっかそっか,か,か。参加させてもらえるということで光栄です。すごいですね。うん、コーナー担当の僕より派手なつなぎを着るという。いや用意されてたんです、ね。そうですか。ええー、私もびっくりして。えー、インスタライブで。はい。 されてたじゃないですかそうなんですよで一番好きなコーナーは何ですかって言ったら遠線遺産と言われてそれ見てて,て妻が泣いてしまって <laughs> <laughs> よかったねた一生懸命頑張ってきてっ,ってその後もしコーナーができるとしたらどのコーナーやりたいですかって質問が来たじゃないですか、はい、インスタライブで。た、ええ、ただ遠征遺産っって言った瞬間 涙が乾きましたからね <laughs> 妻<の>なんでですか中ちゃん乗っ取られるよとあいやいやいや文字通りやってきたなと <laughs> <laughs> ババアナと中島さんが訪れたのは東広島市秋津町広島当時のふるさととも言われ昔ながらの造り酒屋が並びますこの町でどんな沿線遺産が待っているのでしょうか ババさん、今回はこちらのねお店をご紹介します。神田米国店。お米の販売店。あれ？お米どうなってるんだろう。これレコードですよね。絶対そうですね。米じゃないですよね。はい。すごい。あ、お米もある。 さん、初めて言ったじゃないですかお米屋さんでお米もあるって言ったあの神田米国店の店主さんでああのねお米ということで米屋ですよ米屋さんで三代目ですから三代続く三代目が潰すって言いますからね多分そうなりますよいやちょっとごめんなさい三代目今先代泣いてると思いますよ 90年以上の歴史がある神田米国店音楽好きの3代目がお店を継いでからはレコードショップそのもの肝心のお米は文字通りお店の隅にまあ今スーパーでもどこでもあるじゃないですかもうかなり前からですけどね、はい、お米っていうのは。 リサイクルブってコーナーを最初は一部だったんですけどね。はいはい。基本音楽好きなんでね。はい。こういう状態になってしまった。僕はね全部800円なんですよ。うん全部800円。あしレコードがね。でドーナツ版シングル版は300円。でこう CD が全部500円。安いわかる。いいやそこじゃないですよ。なんなのみんな。ババさんまで。上からですからね。3 0ババさん見てくださいよ。あそこあの。 白い赤枠のところを読んでくださいそうそうお米1 0ロお買い上げいただくとさらに半額となります <laughs> お<米>いいサービスす <laughs> だからお米をそう作っちゃってる <laughs> だから <laughs> いやお米をメインにしたいわけですよだからお米を買売ることがメインですから生で一番多かったのはねレコードだけで20万だから10万になるわけですよ800円が20万分ですから何枚なんですかねそれだけえっ何枚,250枚で、えー そして米が10キロついてくるっていう <laughs> そういう発想の方が正しいかもですね。あれ奥にも何かありますね。はい、アンティックっぽいものをやってるんですよ。<ー>これはね蓄音機ですからかなりせ、まあ、戦前近いですよね。でもこういったのもあれこれ売ってるんですよ。そうこれはね委託でねちょっとあの持ってこられる人みたいな、ね<ー>ね、でよく売れますよ蓄音機は。年代ものの蓄音機。他にもレトロなテレビやラジオまで これでも、れっとしたお米屋さんです。パンダ米国店は、音楽好きの中では、ちょっと知られた存在。2階に上がると、このお店の魅力が、さらにわかります。もう、早速たくさん。どうにもならない、人、ね、が、<laughs> なんでますね。音楽だらけです。いうなれば、共有部分ですからね、ここはね。<laughs> やりたい放題です。やりたい放題ですよ。やい,ですよいや、ででも自社ビルですからね。うんうん、それはね、思う存これはまた。すごいですね。うん、すごいここがじゃあ、ちょっといいお値段の。そうですね。まあ、はい、レコードで言うと千0百円以上。まあ、ここら見てみたら、すごく。 飛んでもないンがありますけどね。これが48万ですね。いいエンカレジンあのビリープレストンって5人目のビートルズってこの人のだからビートルズコレクター絡みなんですよこれ。えー、過去で一番高かったと同じくビリープレストンなんですけど、えー、これが210万ですね。これはか210万カラーコピー帯の値段なんですよはっきり言うと。えー、これ帯なかったら 2, 2>,、えー、2, 2万ぐらいですよ帯なかった。えー お米屋さんが営むレコードショップは奥が深い。次回は店主自慢のお宝がさらに登場。ババアナがまさかのツイストお楽しみに。